3番佐野さんは最近とても大変だと言っていますどうしてですかで、<イ>佐野さんこんにちは今日は火曜日だからゴルフの練習ですね、ええ、でも行けないんですよ息子と嫁が旅行に行ってしまって孫を預かっているんですそうですか可愛い,いでしょ、ええ、でも大変ですよ 毎日どこかへ連れて行ってやらなければならないんです動物園とかおもちゃ屋とかそれは大変ですね一。佐野さん今日は中国語の日ですねええでも今日は休みます予習もしていないし 眠いしどうして眠いんですか毎晩孫に本を読んでやるんですけどもっと読んでと言ってなかなか寝ないんですよ。それは大変ですね中国語の歌でも歌ってあげたら 2> 2佐野さん疲れているんですか

あれ、佐野さん、どうしたんですか実は昨日、孫が馬に乗りたいというので、私が馬になって遊んでやったんですよ。馬にええ、背中に乗せて歩いたり、走ったりしてやったんです。背中に乗せて佐野さん、無理をしたらダメですよ。そうですね。今日は足が痛くて痛くて。